皆さんこんにちは2018年ウルトラ即集35時間完成講座権利関係第1回講義始めます担当はレクセ人講師水野と申しますどうぞよろしくお願いしますそれではこれからですねウルトラ即集35時間完成講座で卓権、えー、合格を目指してやってまいりますが、えー、まずはですね、えー、テキストですね こちらの宅師「堀建市虎の巻」こちらの2018年法改正完全対応というですねこちらの2018年の版のテキストとあとはもう1冊「ウォーク国門過去問題集」というですね、えー、これは全部で3冊ございますでこのウォーク国門過去問題集ですね過去問もですね、あの随時見ながらやってきますのでこの2点をお手元に置いて聞くようにお願いいたしますであの魚国門過去問題集ですね実際これインプット35時間というですね 宅建試験のですね講義で35時間というのはかなりですねあのペースが速いというかあのコンパクトになってます。なので本来問題演習もうちょっとね使いたいなもうちょっと使いたいなというところはあるんですけれども、うん、だどうしても時間の関係でね、えーまあ、1回講義2時間半につき1回2回ぐらいになっちゃうと思います見れるのはうーん。なのでまあこれ復習する時にですね えー、どんどん問題を囲むをやっていただくという、ねえー、形でお勉強していただくと、えー、よろしいんじゃないでしょうか、えー、テキストを、ね、見直すだけよりもおどんどん問題をやっていただく問題やりながらですねテキストをフィードバックして、えー、そしてあの実力を上げていくというやり方でやってみてくださいでまずあのこれから始めてまいるんですがあしばらくの間はこの権利関係ですね、えー、やってまいります、えー、全部で6回やっていきますでこの6回のうちですね、まあ、権利関係、えー、今日一番最初にんやるんですがあの2ページの、ね、この権利関係ってどんなかも かとですね、でまず民法は平等で,で売買契約は売ります買いますの意思の合致で契約が成立する契約の作成はいらない、うん、あと契約って作成契約書いなくても契約は成立するし契約をした瞬間に売り主から買い主に所有権が移転するこれはあの,実際の仕事のの取引とところとは違うんですよおやっぱり現実的には契約書は作りますしねあと所有権移転って代金払った時に所有権移転っていうふうに なるのがね、仕事実務では普通なんです。うん、それは何でかというと、お金もらわないと売り手所有権を渡したくないんでね。うん、そういう時に契約の時に特約しとくんです。お金を払った同時に鍵を渡し、そして所有権を移転すると。うん、だから所有権移転の日ってなると、実際仕事だとお金払った時。うん。ところが民法の世界では売ります買いますの意思が合致した時点で売り手から買い手所有権がポーンと行っちゃうと。 うん、契約書なんて作れなくても売り主買い主石が合致した点で書類券ポーンと行っちゃうというようなお話が、ね、ここに載ってるんですね。でここら辺あのもう今日は第1回のところで、まあ、これまず紹介みたいなところなんで時間はかけませんがあのスタートダッシュ講座っていうのが今回ついてあるはずです。 このスタートダッシュ講座を見てない方はご覧になってない方はぜひ見てみてくださいあの。初めてお勉強するんだったら見てください。これはね私はもうマストで見てほしいところでございます。あの民法を勉強するのにとりあえずこのテキストでねどういう話だ制度趣旨これはこういう、うん、趣旨で作られてるものだっていう中身のねあの実際試験に出るようなお話はこれから本論でやっていくんですがその前にまず前提となるね うん、例えば善意悪意という言葉の意味ですとか、はい、あとこういう民法と仕事と違うところとかね、そこら辺の話をね、あのスタートダッシュやってるんですよ。ご覧になってない方は見てからのほ絶対にスムーズです。で、昨年を勉強してるとかすでにご自身で勉強してるとか他の資格をやってるって言ったら、まあ見てもね、もう失、んうんうん、ってる,てるっていうのは多いかもしれません。うん、ただちょっとこの、うん、テキストをねこれからやってて、いやなんか、うん、そうおっしゃらねえな俺よくなってね。 いやサやダシでやってるって言ったけど見てねなっていうねところがあったらねぜひ、まあ、ね一度見といていただくとよろしいと思いますあの早聞きでもいいんでね早聞きの機能がある方はね、あのーまあ、ざっと見とくだけで全然違いますから、うん、じゃあこれ、まあ、とりあえず問題に出るか出るか出ないかったら出ないんですけど民法というのは一般的な感覚常識的ななな感感覚覚常識でで取れれるものももののあれば無理なものもんです要するに仕事をやってたり、ね、一般常識で解いてできないところをすり込んでいく これがね権利関係民法の考え方をやりながらやっていくお勉強なんでございますよ。で、もう早速ですが中身入りますが4ページ、意思表示詐欺脅迫ということですね。で、土地を騙し取られたらということで、もうすでにね、なんかいろいろこうプラスアルファって書いちゃってますが、あのこれスタートアップアップでやったやつなんですよ。で、まあ、もちろん見てない、ご覧になってない方もね、いらっしゃるはずなんで、もう一度確認しますけどね、売買契約って売り主、買い主が意思が合致すれば契約は成立する。 ところが、D、がをしてたお宅の家のご土地の近くにゴミ処理場ができるらしいよ、えー、だから早く売らないと安くなっちゃうから俺3,000まで買ってやろうか本当は 5, 万円ぐらいの土とですすよよ万ででで買っっててあげましょうかって言うんですよでも安いけど確かにゴミ処理場とかねお水処理場とかできるとやっぱりそういうねあのいい意味嫌われるようなねそういうものができると土地売るのにも安くなっちゃうし住むのもね嫌だなっていう感じになっちゃう可能性もあるじゃないですか。 だからいやこれもしごみ処理場できるすぐ近くだよなそしたらもう土地今のでなんじゃ売れない半年ぐらいになっちゃうかもしれないんだったら7割ぐらいで売れるんだったらいいやということで売っちゃったと要は騙されて安い金額で売っちゃった、はい、買ったさあその場合に契約は有効なんですよ。医、う、師、ん、の合致で契約は有効になるから騙されても売る気あった買う気あった3,000万で売る気あった買う気あったじゃあ有効なんです。でもかわいそうだから騙された人は取り消しができるんですね。 かわいそうな人に取り消し権を与える民法の考え方を押さえてくださいうん、じゃあかわいそうじゃない B には取り消し権はないんですだって詐欺師ですからかわいそうな人に取り消し権があるじゃあ次脅し取られたら脅迫脅されたって言うんですね今回詐欺じゃなくてこれ脅迫です脅された人はかわいそうだから取り消しができるうん。じゃあ詐欺と脅迫は騙されたり脅されたりしたら契約約束は有効に成立するけどかわいそうな A さんに取り消しをすることでなかったことにできるようにる なかったようにできるというところまでは一緒でございますところが取り消し前に善意の第三者が出てきたらとでまず善意というのが知らないこと善意って知らないという意味ですよね知らないっていう意味なんですよだからそこら辺がなんか「えー、そうだったの?」とかって言うんだったら「ありがたいはないがスタートアップ講座をねもう一度見直していただいた方がいいです」っていうか見ていただいた方がいいです善意って知らない、うん、悪意って知ってる善意悪意っていうのはいい人 悪意悪い人じゃないんです善意の第三者だったら知らなかった民法取引の安全保護してるんで善意の人を保護するんです悪意知ってた知ってたんだったら買わなきゃいいじゃんあんまり保護しないんですでも悪い人じゃないんです知ってるというだけで悪い人じゃないんです善意悪意知らない悪意知ってるですね。これちゃんとやっとかないと民法って現場で考えて問題解くそうすると当たるようになるというそういうねあの実力の上げ方が一番ね効率がいいんですよ試験的には じゃあその時に悪意というのが悪いってなると多分ねただの勘になりますというかむしろ生徒率が下がります悪意というのは悪いという意味じゃないんです知ってるんですただね知ってて勝ったのかよずるいやつだなみたいにだんだんなんか悪意というとずるい悪いなってきちゃうんですよそこをグッと戻してくださいえ悪意というのは知ってるだけ善意というのは知らないこと知らない人は取引の安全のほうで保護されてるじゃあですよ今回こういうテーマが出てくるんですね5ページ目でございます さあもうなんかごめんなさいね汚くなっちゃっててねもう初めののけなのにねスタートアップでね結構話しちゃったんですけどこれまず A がが B B ににっって B が C に打ったじゃあこの時に騙された A さんは詐欺で騙されたら取り消しできる C に売られた後でも取り消しができますあの騙された人ってかわいそうだから取り消しできるんですよ詐欺師相手だったら取り消しができるで第三者っていう他の人に今ね先に売られちゃってるんですよ 取り消すす前に売られてるんですよ要は取り消し前の第三者って言ったら取り消す前から出てきている C 第三者でございますじゃあこの C という人がもう買って住んでるわけですよおじゃあ A は取り消して出ていけって言えるかという対抗できないっていうのは返せと言えるかって言った時に返せと言えないってい意味ななんです返せと言えいんです善意が C だとと返せ言えないんですじゃあ善意って何そう知らないってことです じゃあ一応状況確認,確認しますけど A が B に売りました B が C に売りましたじゃあ皆さん C さんです皆さんは C さんいいえ買ったんですねで私が B です詐欺師です実は私 A という人をだまくらかして買ったそれを皆さんに売ってる、うん、でも皆さんはもう、まあ、値段も手ごろだしえいい物件だから買いました、うん、で買って善意というのは詐欺があったことを知らないんです私が詐欺師だって知らないんです 水戸さん、いいいだな、これありがとうございます。でもこれから大変だね家族揃って35年ローン頑張って返していこうね,ね引っ越しも終わって家具も新調して、ね、きれいに掃除してさあこれからというある日の夕方ピンポーン どなたですすすかとといまませんあの私 A と申します取り消ししましたので今回詐欺であの B というあの水野という詐欺師あい,つからあいつに売っちゃったんだけど取り消ししましたんでこの物件水野から買ってましたよねこの物件私に返してくださいって言いに来たんです。その時皆さんはああそれは詐欺師で騙されたお気の毒にじゃあ今すぐ荷物まとめて出ていきますからじゃあ今朝食待ちくださいなんて言うわけねえだろうって話なんです。要は善意の人っっっっってて知らないで買っちゃたた詐欺があったって ほんな「今更ピンポン取り消したんで出てってください」ってったって「やだよ出ていけるわけねえだろ」うと「引っ越し終わってこれから済むのに何今更言ってんだよ」とでも A は出ていけ C は「やだ」って揉めるんですよで結局民法というのは民と民人と人が揉めた時にどう処理するかのルールなんですよね。じゃそのどう処理するかのルールでこうなりました。 対抗できないんだからうんそこ対抗できないってそういうことね、うん、じゃあ脅迫の場合は B が A を脅した脅して「うおっこええー」と「お前の家族がどうなるか分かってんだろうな売らないと」ね私が言っても全然怖くないけど怖い顔の人が言ったら怖いんです「うおっこええー」とって言って売っちゃったんですでも買った B はすぐに転売したはい C が買った C は善意何知らないんですかねこれあの善意って知らないってことですよ何知らないんですかそううです脅されたた売買契約があったっていうのを 知らない前の売買契約が脅迫によるものって知らないんです。もう夢の前ホーム35年のでやっと買えたね。うんよしじゃあこれから家族とおって頑張っていこうえ。じゃあ掃除も終わって家具も新調してカーテンも綺麗になってうんじゃ、あこれからという時にピンポンどなたですか？あ、すいません。私、えー、と申します。え、どういうご意見ですか？ 私、あの脅迫されて B に売ったんですけど、この度ですね、勇気を振り絞って取り消しましたんで、つきましては出てってもらえますかって来たんです。その時皆さんは知らないで買ったんですよ。脅迫があったって知らなかったんですよ。 はあ、それは初耳でございますえっと、どうもどうもご苦労様です大変でしたね勇気掘りしてもってす素晴らしいですねその勇気あんな怖い顔の人にうん、じゃあ取り消したんだったら今すぐ2発まとめて出て行きますから少々お待ちくださいねってあ言えますか言えますか私は言えないと思います善意だったら詐欺だろうが脅迫だろうが出て行けと言われた時に出て行けるかおいと今更何言ってんだおいってなると思うんです だからこの詐欺と脅迫で違いが出てるんですよ。なぜなら脅迫だと出ていけって言える対抗できるうん詐欺の場合は出ていけと言えない善意の人に出ていけと言えない脅迫だと出ていけ言えるこの違いが出たじゃないですかでこの違いですかこの違い出た時にああ違いがあるわじゃあ覚えようと覚えるんですね。じゃもちろんんん覚覚ええるるののははいいんだけど覚えるのはいいだだけけどど ななんんでか気になりませんそうなんですよその民法で書いてあることを覚えるじゃあ書いてあることを覚えるだけだったらはっきり言いましょう金払って講義なんて聞く必要ないんですだって書いてあるんで、えー、赤いところでも覚えていけば問題解けるんだったらそれでいいじゃないですかでそれはそれで何とかなんですけど全部ちゃんと覚えたとしても暗記で民法をやってると14問あって、えー、本当に難しい時だとせいぜい7問なんですよ頑張ってて覚えても7問なんですよ。 ああもう覚えきれなかったら6問5問4問って少なくなっちゃうじゃないですか、うん、これねなんでかっていうのをね考えるそれねあの本当にあの6回って少ないんですけどねそれだけでもね全然民法って卓球の民法って実力が上げられるんですよああだからなんで違うかっていうのをぜひ知っといてくださいっていうのがここなんですねこれ騙された人って B は A かわいそうなんです。 一応番書ってうんで番書の方で見てもらえます2ページ目です番書の B は A を下げりましたはいだまされて B を売っちゃった B は C に転売したはいところが取り消した取り消しはできるんです詐欺者相手には、A、時効にかかんないからにいい取り消しもずっとやってないと時効で取り消せないってことはあるんですが取り消しはできますでも返せと言えるかは別問題なんです返せと言えるか善意だと C の勝ち 悪意だと A の勝ち悪意というのは C が知ってたんです詐欺があったって知ってた知ってたら返してやれよ大体いい知ってたらね詐欺師と B と C グルが多いんですよグルのことがえ俺が騙して買うからお前買い取れよみたいにね、うん、おお分かったみたいな、うん、示し合わせてやるようなね、うん、じゃあ悪意だったら知ってたんだったら返してあげろなんですじゃあ脅迫は全員全員 A が勝つ悪意だったら当然 知っててたら返してやるよ税でも A が勝つんんでですよなんでこういう違いが出るかというとはいもう書いてありますさっきも書いてありましたんですけどもはい改めて言わせていただきますこれあのスタートアップでも言いましたまた今回も言いました他の講座でも言ってますいつも言いますいつも言うんですしょうがないですそれが仕事だから ええ、だけどこれを言うとかなり品質を買うんですそれはそうですよまあ例えば皆さんがですよ不動産の取引とかで騙されてうわ今後はもう騙されないでしょって宅研勉強したで騙されないといために宅研勉強するのに講義で金払って買ってみたら講師がですよ騙された人が「ちょっとアホです」とか言うんですよこの野郎とえ「なんだこいつはと」と思いますよねそうですそうやってきて私はこの15年講師生活やってきました、うん、最初のうちは怒られましたらえから「アホとか言うのはやめてもらえます」と「わかりました!」うん。よくとしもて ほ本当にクレーム来ちゃうんでやめてもらさまわ分かりましたその次も分かりましたうん5年ぐらいしたら言われなくなりましただからなんか番書書いてありますね講師がなんかひでえこと言ってるけどごめんなさいみたいなね謝るなら言わせんなって感じじゃないですか、うん、だから来るんですよ今でもクレームがでも本当にアホなんだもんしょうがないじゃないですか、うん、まあ言い方が悪いんですよね過失があるって言うんです要は騙された人ってかわいそうだけどちょっと落ち度るなんですよちょっとねあのだって ゴミ処理場ができるって騙されたって売りますすぐにうんいや本当かなあって誰かに聞いたり役所に電話してね「ゴミ処理場ってできるんですかここに」いやそんな予定はございませんと」と「これ嘘じゃん」気づくんですよね。うん、あと騙されちゃう人ってやっぱりねどこかね欲の皮が金儲けの話で欲の皮突っ張っちゃってるみたいなねそういうところあるんですよ。 知らないででで買っっちゃった取引ののの安全の保護ですすす善意の人を優先するんですアホ対善意はアホ負けるっていう判断基準なんです。これ覚えておいてください。アホは善意に。アホって騙された人でしょ善意に負けるのか。うん、だからねこれね本当にねあのもう心苦しいですよ騙された人にアホっていうふうに言うのは。でもねあの騙された方あの私も一緒ですから私も未公開株だなんだってね本当にもう騙され続けて46年。うん本当にもう ひどいもんですよも、アホもアホもね、積み重ねて、ドアホです、うん。だけどしょうがないじゃないですか、本当なんだから。うん。騙された人がかわいそうだけど、落ち度がある。だから、税の人には勝てない。ところが、落とされた人は一方的にかわいそうなんですよね。落とされて、落とされて、えお前、落とされたぐらいでね、お前、売るなんて情けねえな,いなやんないです。情けにはならないんです。 いや一方的にそうなんです落とされたぐらいでね自分の大事な財政を売っちゃうような、ね、もう弱者なんですよ弱者一方的にかわそう税とどっちかさせる引き分けだったでも引き分けだけどどっちのものにしなきゃいけないってなったら民法って引き分けだと元に戻す流れがあります元に戻す、うん、まあ元に戻す引き分けとか言うとどっちかは処理しにくいから分かりにくいから脅された方と税だったら脅された方が勝つという流れをつかんでくださいえ 脅された人は一方的返そう、うん、だから返せと言えるんですね A が勝つんですね、うん、だからこれ C さんは脅された人がピンポーンってきたら出ていかなきゃいけないんですよ出ていかなきゃいけないんですよ出ていかなきゃいけないんですよ C かわいそですよねそう可哀想。でもこれで話は終わらないんですよ実は C は A に戻して返さなきゃいけないってなって戻したら当然 C は B に損害賠償ができるんですお金返せよお前と 引っ越し代まだ余計にかかったんじゃないかどうしてくれるんだよ労力どうしてくれるんだよ金で返せ金で解決そうやって B に責任追求して丸く収めますだから今回テキストに善意の人が負けちゃうんですよ取り戻されちゃうんですよまでしか試験には出てこないけどその裏には善意の人はその脅迫したやつにお前ふざけんな損害賠償だってそういう処理は自己処理は必ずあるでねそういうのを考えるとこれね多分ね 善意の人は取り返されます。じゃあ次って言われるとモヤモヤモヤってするんですね。モヤモヤとするんですよね。うん、何がモヤモヤするかというかというか、知らないで買っちゃったのに脅迫で落とされた人だと取り返さなきゃいけない。取り返されちゃう。出て行かなきゃいけない。路頭に迷っちゃう。いやーいや可哀想。なんか C のその後が心配じゃないですか。うん、で C のその後をね、まあ本気で心配。 できるほどこの問題にこう入り込める人が何人ぐらいいるかは知りませんけど私はそういうのが結構できる方なんですよなんかこういうのでもねなんか感情移入ができてしまうっていうねいやしーかわいそうだなだからね調べるんですよどうなるのかな損害賠償ができるああちょっとよかったじゃあ次行こうってやっと行けんですね だから何も考えない人はもう前回の人もあ負けちゃうんだ。あい次で覚えちゃえばいいでしょうみたいなそういうなんかドライな人の方がなんか試験はなんか楽かもしれませんね。うんでも楽だけど忘れるリスクがあるんですよ。試験ってもちろん覚えていればできるも問でいっぱいありますよね。でも忘れるとできないというリスクを抱えます。暗記で勉強というのをやると忘れるリスクってことなんですよ。で私はもともとね効果不効果で暗記ができないんです。 勉強という興味がないことに関しては、本当に無理なんです、うん。あのね、私もね、例えば温泉とか大好きなんですよ。で、温泉とかだと、行ったところとかを飲んだね、味とかね、でも,ねもう忘れる。一回やったら、一回やったら忘れる。好きなことはね、忘れないですよ。でもね、こんなつまんねえ話、法律の、もう興味ないんですよ。じゃ、あなんで教えてんだと。しょうがないじゃないですか、仕事だから。うん、興味ないんですよ。 もうね、勉強した時は面白くなくてねだけど理理解解した話話って忘れななないいいでででですすもき覚えられないです、うん、だからもうなるべく理解でなるべく話しつけなるべく状況を考えてなるべく自分が当てはめて、ね、この ABC に参加してみたいに、うん、自分自身がこのねトラブルの中に放り込んで自分だったらどう考えるのかみたいになっていくと民法はえただの暗記ではなくルールではなくてこうなっちゃったらこうだなな。 こっちかわいそうだなってねそういう風になっていくとねとてもとてもね楽に行けますようん、楽というのは覚えることが減るんです時間はちょっとかかるかもしれないですね正義って覚えられちゃった方が早いかもしれないですけどね、うん、でも考え方でいけるといいんじゃないですかで、ちなみに今のところを考え方でいけるといいですか第三者に詐欺脅迫されたらのところはい5ページ目いきます第三者に騙されたということは A が B に売ったんですけど A が B B にに売ったががが詐欺師でででではないいんんすすすよよ C C というのが騙してるんですよ問題です C が A を騙しました A が B という人に売りましたこんなことあんのとありますよ A ね普段からなんかね人から嫌われてるんですよちょっとな生意気でねなんか人の悪口ばっかでね嘘つきだしね大嫌いっていう人多いんですよそこで C というのも A を恨んでるんですでも C が A 騙してるんです A さんよお前のところの土地の近くにごみ処理できるから早く売った方がいいんじゃないのえということで A はおおそうなんだってことでね探したら B が買ってくれるって言うんですよえ安い金額でも売っ張らなきゃって言って安い金額で売っちゃったんですよさあ問題です、A、は騙されじゃあこの人に取り消せるかどうかというとははい騙された場合相手が悪意なら取り消せるが善意なら取り消せないここの図です。 A は相手が善意だと取り消せないんです悪意知ってたら売り主が騙されて知ってたら A さんなんか騙されてません大丈夫です本当にって言ってあげなきゃいけないんです契約というのは真偽誠実の原則真偽則ってあるんです相手が騙されてんじゃねえと思ったらどう大丈夫なの本当にって気使ってあげない,いかんですよえ知ってたんだったら止めてあげりゃいいんですよえ知ってて買った そしたら取り消されてもしょうがないんですよということで悪意なら取り消せるところが B が善意だと A は B に取り消しできないんですでここ赤いところ線引いて第三者詐欺は騙された人相手方が善意だと取り消せない悪意なら取り消せるって線引いて暗記したらそれはそれでそれは素晴らしいことだけどでもこんなの暗記はいらんのですよなんでかというと騙された A はアホ、うん、B 善意 アホ対善意はアホ負ける。負けるということは取り消しができちゃったら a さんに戻っちゃう。a は負けるんだから取り消しできない。どうですか？こういう事例が出てきた時に、アホと全員はアホの方が負ける。じゃあ取り消しができない。さっきの判断基準が入っていればここ覚えなくて済みますよね。うん、じゃ、ちなみにこれはさあ脅された人ってどうですか？そう。一方的に返すと、じゃあ先に書きます。一方的にかわいそうって。 一方的にかわいそうなエイさんですよ。あビーさんは全員。あのちなみに悪意だったら悪意の人に取り消したってできるにあたりますよね。じゃあ一方的にかわいそうな人、はい全員の人には取り消るです。なんで一方的にかわいそうな人と全員の人一方的にかわいそうな人勝った勝ったじゃないですか。うん。どこ,こでもそうなんですよ。一方的にかわいそうな人っていうのは全員の人に勝てるんですよ。じゃあ取り消しできるんですよ。 とということで上のところがただの暗記じゃなくて「アホ対善はアホ負ける」え「一方的勝つは善の人に勝つ」という判断基準を持っていればここも事情は状況は違うけどもちゃんとこの図が書ければ読み取れればできますね暗記がなくてもできますねさっきのところの一つの判断基準はできますねというようなお勉強してほしいんです。そうすると最低限に 判断をやり方、ルールを覚えておけば現場でできる。もう問題文読んで状況を読み取ればできるという風になるんですよ。そこなんですよ。民法のやり方で一番効率がいいのはでも最近それができなくなってる人もいるんですよ。それはなぜなら日本語が読めないんですよ。日本語が読めないって、あの宅建試験で最近外国の方が結構います。うん、あの生クラスだとね。 やっぱりあの外国でねアメリカとかもいますし中国の方もいますし韓国の方もいますしねすごいですよねやっぱりね日本人じゃないのに外国の方が日本の法律のね用語をちゃんと分かって勉強するってすげえ大変だなっちゅうのはありますがね、うん、やっぱり日本語は大変だと思います。でもねそういう外国の方はやっぱり日本日本に来てね仕事やってる方って優秀なんですよ。おところが日本人の方が日本語ダメな人が増えてきてるんですよね。 読み取れねえよこれ。意味が分かんない。言ってること分かんないと。確かにすげえ文章難しい文章もありますけど、これね、あの A が B にどうした、B が C にどうしたっていうね、そういう事例、ちゃんと図を書けば、紐解けば、一個一個丁寧に紐解けばできるんですよ。もう読む気力がないんでしょうね。それはやっぱりできるようになんないんですよ。でも民法ってやっぱその読み取り ね、そのどういう状況か何の話だろうかっていうのを読み取るのが難しいだから難しいって言われてるんです、うん、逆に行法とかはもう覚えてるか知ってるか知らないか引っ掛け法令上制宣言も引っ掛けえもう覚えてるかどうかなんです、うん、だからどっちかというと直前期詰めるのは行法宣言の方が楽なんです点数伸ばすのは民法直前期に慌てててやってもダメなんです、うん、だから今のうちに文,文,文章を読む力はもう過去問をやることですやっぱり問題を読んで状況を読み取る でその時に図を書いいてください民法は A がどうした B がどうした C がどうしたってちゃんと図を書ければ半分終わったようなもんですあとはそれが何のテーマかを当てはめてハートで解くえでも自分の常識だけじゃなくて民法の考え方をちゃんと差し入れて解くそうすると当たるという次第でございます、はいまあ、今みたいな話なんでだから私こういう表嫌いなんですよこの表覚えましょうみたいな手じゃないですかいや覚えるんじゃないんですは、うん、負ける 一方的な差別か一方的な回数な人が全員の処理勝つというその判断基準でちょっと言ってみてくださいよ。でそうしまするとねじゃあ問題、えー、動くもん過去問題集これまだ問いの1ね全部できないんですよ他のところもあるんでねで問いの13ページの問いの1この問いの1の、えー、2番と4番2と42と4だけやってみてくださいどうぞお時間1分。 はい、それでは見ていきます。であのもしねお時間がちょっと早いよ足んねえよってなったらあの一時停止をしていいですから。あのやっぱりこの講義でえもちろんあの2分とか3分とかでゆっくりやっていきたいところはありますが、うん、ま実際これ私は毎回思うんですけどこの演習ってなってる時間別に止めときゃいいじゃねえかと思うんですけどね。 でも一応あのそういう学校とかでねこういうのを見ながらねあのやられてる方もいるので一時停止できない方もいるので一応ちゃんと時間は取らせてやります。でも例えばお家でやっててねちょっと早いなと思ったらこれあの一時停止とかで押してあのゆっくり図書いてあの納得いくまで検証していいですからね何もこれ今1分と取って1分でできないとダメだよもう遅すぎとかってそんなこと言わないんでねだからあのじっくり考え方からいいんで、まあ、今後はもう言いませんけどただ今。 長くてねやっぱり分とかかぐらいしか取れません、うん、だからそこはもうご了承くださいだけど民法の問題とかって1問当たりやっぱり3分とか4分とかかかっちゃうような問題もある、うん、だったらっもうちょっと目欲しいなと思ったら止めていいですからね、うん、じゃあ今回はまあ,あのもうこのまま進みますが「騙されて契約した A が C に知っていたとしても取り消すができない」でこれ読んでても「ん?」ってなんかちょっと止まっちゃったりするんですよで正しいものはどれか2番は×なんですが図を書いてみました これ a が売り主で b が買い主で b は地から騙されてるリゾートの地域だから今ど田舎だけど儲かんぜって言ったら b は、えー、買っちゃったんですよ買っちゃったんですよ騙されて買っちゃったんですよさあさっきテキスト売り主に詐欺ってたじゃないですか飼い主が騙されてるねでこの飼い主が騙されてるっていうこういう事例が出ただけでテンパっちゃう人いるんですよで あの宅検試験のテキストって売り主騙されれてててるるっいいうケースでで書かれてる本が多いんですよだからもう売り主が騙されてることしか想定してないから飼い主が騙されてるってとえっ飼い主も騙されたことなのに決まってんだろうと、うん、売り主より飼い主の方が多いんじゃないですか騙されて買うケースって、うん、だから今回飼い主騙されてるんです誰が誰騙したか飼い主騙した、うん、じゃあ騙されたらかわいそうなんだよかわいそうなんだよかわいそうなんだけどアホなんだよじゃあ A は悪意だ 知ってるって言ってんだから、うん、アホ対悪意は、そう。善意の人には取り消しできないけど、アホは、悪意には取り消しできますもんね。うん、だから取り消し、オッケー、取り消しオッケーということは、取り消しできないは、できないは。バーツ、できるから、って問題です。あと四番は、B. が E. に転売と。あの A. B. で売った後に、B. が E. に、他の人で売った E. に。A. B. E. です。したら、この E. というのは、どうやら、知らないで買っちゃったみたいですよ。 知らなかった時、うん。いいか知らなかった時 a はい、e、いから取り戻しができる。善意かで戻されてるんです。今回脅迫なんです。脅迫ということは落とされて大声で言っちゃった。はいいいか買っちゃった。やっぱ取り消した。たでももうい、e、いのもの返してくれって言えるか。e は知らなかった。冗談じゃね。えよって最初言うかもしれません。でも一方的かわせそ人です。と、善意の人は最終的には？ 善意の人よよりも一方的ににな人人戻しましまたよね善意の人負けましたよね。ということは A は E に取り戻しができるできるできるんだから4番はできるで丸はい正解はこちらでございます。でこれね、あのー、一応合格者正答率不合格者正答率に載ってますね。でこの合格者・不合格者正答率っていうのはレックの受講生。 あの回答速報会というのに来ていただいてで、あのー、サンプルいただいたその合格率その不合格者の正答率なんですよだから全国の正答率じゃないですあのちなみに全国の正答率だとうんまあ合格者の正答率でも確か7割5分とかぐらいだと思います8割ぐらいだと思います、うん、だから全員できてるわけじゃないです、うん、で不合格者の正答率だったらもう実際これあの,あの要は全然この資格の学校とか絡まないような あのなんか本屋で、ね、適当ななんかよくわかんない家庭にしてる、ね、本買ってきてで適当にちょろちょろって問題集やって記念受験組ってやつですね、うん、その正答率だと不合格正答率はやっぱり5割ぐらいになっちゃうんですよ、うん、だからこれ以上レックでちゃんとお勉強しててそれで解答速報会とか来ていただいたとかねそういうような感じ謝者なんでこんな状況ですすごいレベル高いです、えー、だけど落とさないですよね落とさないですよねそうここなんつうのは民法でも落としちゃ絶対ダメなところなんでございますよ といいうことでございました、はい、今の問題、はい、こういうような形で図を書いていくと見やすくなっていきますよというね教訓を得ておいてくださいではその次今度ですね6ページ仮想譲渡仮想譲渡って何虚偽表示いろんな言い方があります仮想譲渡も言うし通報も言うし虚偽表示もいいし通報虚偽表示もいいこれどういう状況かというとはいこんな感じでございます A という人は債権者 これお金貸す人です。人でお金を A はある人から借りてるでこの A は借りた金は返さなきゃいけないところが現金がない現金がないところが A は土地持ってる土地持ってるとお金貸した人ってこの土地を差し押さえという差し押さえってその財産俺のもんだって唾つかるような感じですまあ実際は俺のもんじゃないんですけどねこれ差し押さえをした後に競売 まあ国語では競売と呼びますが法律用語では競売っていいます裁判所に売りに出すんです裁判所で売りに出して入札入れる落札者がお金を裁判所に払うそのお金を債権として回収する債権者はそうやって A の財産を無理くり売って、えー、そこからお金を回収しようという差し押さえ競売の前提となる差し押さえというのをされるというと A は競売されちゃうと自分の不動産じゃなくなる嫌なんですよ。要は、A、は金は A 金ない 土地はあるけど土地は自分のものに置いておきたい。ずうずしいやろうですね。うん、これね借りた金は返すのが当たり前ですよ。ああ土地持ってて差し押されるのはやだ。こんなもん嫌だったらじゃあ金借りるのな,なんですよ。差し押されるのは嫌だったらえじゃあ何とかしろなんですよ。ところがこれ A は差し押さえされたくねえな金も返したくねえなということで自分の土地の名義だと差し押さえられちゃうからよし B に売ってしまおう売ってしまおうでも B は買う気はない。 といいうか、A も実はは売る気はないんです。要は売ったことにして自分の財産からなくなれば差し押さえされねえだろうということで友達の B に頼んだんです「おお悪いけどさお前さ買ったことにしてくんねえかな?」「なんで?」「いや俺差し押さえさされそうでさそろそろさあのお前のところに売ったことにして所有権さお前のものにして差し押さえされないようにしてんだよね」と。めんどくせーなー でも言うよお前のためだもうお前親友のためだ、うん、A と B は昔からね仲いいんですよ、うん、じゃあ親友のためだお前じゃ分かったよ乗っかってやるよ、えー、買ったことにしてやるよそれからごれよお分かったみたいなね A と B と指し示し合わせて、えー、通、うんで仮装売る気ないんです買う気ないんですでも仮装で売買したことにするんです要は虚偽表示通帽虚偽表示通帽仮装所と同じこと言ってます要は売る気ない買う気ないけど契約をしたことにする で債権者にほら売っちゃったんでほら B メーに登記移転してんで俺のじゃないんで残念みたいな感じで言うんでしょうねいやーずるいですねこの契約は有効かっていうと無効なんですねうんんでかってい,いという話です取り消しは成立したものをなかったことにすること無効は最初からないんです。 契約の成立要件は医師の合致です。医師の合致があれば契約が成立する。今回、医師の合致はないんです。売る気ない、買う気ない、無効ですだからえあの。売る気がないというのと買う気がないので合致はしてませんよ。いや、合致、合致してる。いや売る気もない、買う気もないという、そういう売る気ない、買う気ないっていう点で意思は合ってるけど、それで契約が有効になるわけねえじゃないですか。うん、だからこれ ちゃんと売る石が合致したら有効だけど売る気ないのに売るとか言ってもこれ意思合致してませんもんねお互いねだから無効なんです、うん、だから詐欺は脅迫は騙されて落とされたけど売る気はあった買う気もあっただから有効一旦はでも取り消しができる無効は最初からない取り消しと無効は全然違いますだから意思表示のところの問題で通報虚偽表示虚偽表示仮想上とは取り消しがいいわ取り消しができるって言ったら 罰ですなぜならないものは無効でないものは取り消しができないからです。ないものは取り消しできない。はい大事な教訓でございます。頑張ってください。はい、ということでちょっと一旦ですねブレイクタイムを入れさせていただきます。